ノブバラは、日本の指揮者、大声奏者、大阪府出身。1966年大阪音楽大学卒。1963年、日本テレマン協会を組織。現在は、参加の演奏団体である、テレマン室内オーケストラ、テレマン室内合唱団を率いて活動。ドイツ文化賞の賞兵を受け、テレマン室内管弦楽団と共に4度届く。 1985年、ライプツヒ、バッハ生誕300年記念国際音楽祭に、世界19カ国の演奏団体と共に参加。また、1999年、バロック楽器の団体、コレギウムムジクムテレマンを、チェンバロの中野真一郎と共に率いて届く。その後も、イギリス、フランス、アメリカ合衆国、大韓民国等で演奏旅行を行う。 また、1984年12月に、ライプツィヒのゲバントハウスバッハオーケストラを、1985年に、ツールフィルハーモニー、1989年には、ライプツィヒ放送還元楽団を客演指揮した。2001年9月に大阪センチュリー交響楽団、2003年4月には、オーケストラアンサンブル金沢を指揮。2003年、 日本テレマン協会40周年記念事業の一環として東京文化会館小ーホールにて開催された第150回記念定期演奏会でオーボ奏者として5曲のオーボ競争曲を演奏。合わせて発売されたノブバラ自身初の CD はレコード芸術4月号で特選に選ばれた。同年5月にはドイツのバッハアルヒーフ主催バッハフェスティバルライプツヒ2003に グスタフ・レオンハルド、トン、コープマン、クリストフ・ルセ、フィリップ・ヘルベフヘなど、世界一流の音楽家たちと共に、コレギウム・ムジクム・テレマンを率いて出演。その後、アイゼナハ、マクデブルク等で公演を行い、NHK 教育テレビ、芸術劇場で放映された。2004年9月、2枚目の CD、星に願いを、を発売。2020年に、 自身の応募生活60周年を記念した CD 信原武ら竹春アベマリア新の応募ボボリューム2をリリース。現在、日本テレマン協会音楽監督のほか、日本演奏連盟関査委員会員、大阪市、ユースオーケストラ音楽監督等を務める。ありがとうございます。